インドネシアルピアはインドネシアで使用されている通貨。ISO4217 の通貨コードはインドネシアルピアである。補助通貨は1000。1ルピアは100 100000である。変動相場性を採用する。2013年以降、構造的な貿易赤字や米国の金融緩和縮小観測などによりルピア安が進行している。また、2018年5月に、 米国連邦準備制度理事会が金融引き締めに舵を切ったことでルピアの対米ドルレートは心理的なラインとされる1米ドル14000ルピアを超えた。そしてその影響により新興国から資金が米国に流出したことがルピア売りにつながり同年10月には15000ルピアを超え1998年のアジア通貨危機時以来の安値となった。 しかし、米連邦準備理事会の利上げペースが緩やかになるとの見通しから、ルピアを買い戻す動きが出て、同年11月以降はルピア高となり、2019年4月時点では1万4000ルピアイコール1米ドル前後となった。その後も外貨預金口を抱えながらも通貨安のリスクは継続している。財務省や中央銀行は、ルピア安のために桁数が多くなりすぎて、 取引の際に数えることに苦労する。多額の取引では10万ルピア札を多数必要とする、レジや電算機、金融システム等に余分なコストがかかるなど生活に支障をきたしていることから、しばしばデノミネーションを検討しているが実現に至ってはいない。ルピアという名前は、インドの通貨のルピーから来ている。 1610年から東インド会社による経済的支配が始まり、インドルピーが流入してきた。日本軍政を経て独立後、1949年にルピアがインドネシアの通貨単位として定められた。ルピアはインドネシアの中央銀行であるインドネシア銀行が発行している。現行紙幣は1.000ルピア、2.000ルピア、 5.000ルピア、10.000ルピア、20.000ルピア、50.000ルピア、100.000ルピアの7種類で、すべて1998年以降に発行されたものである。100.000ルピアは紙ではなくポリマーの紙幣であったが、2005年1月に発行された新紙幣では再度紙製に戻った。 この紙幣と同時に2 0 0 0 0ルピア紙幣も新タイプに変わった。その後2005年10月には5 0 0 0 0ルピアと1 0 0 0 0ルピアも新紙幣が発行された。また、最近になって新たに2 0 0 0ルピア紙幣も追加発行になった。高額紙幣はその後もセキュリティ強化マイナーチェンジ版が発行され、紫外線発行インクや ユーリオン模様などが採用されている。これらのマイナーチェンジ版は、肖像や基本図案、印刷色などの変更はない。紙幣の肖像は、100.000ルピア札は、スカルの大統領の肖像、50.000ルピア札は、ングラライ将軍、旧紙幣は、インドネシア国家の作者、また20.000ルピア札は教育の父といった文化人、10.000ルピア札。 5.000ルピア札、1.000ルピア札はいずれもオランダからの独立運動で活躍した国民的英雄の肖像が描かれ、特に1万ルピア紙幣には唯一の女性肖像としてインドネシアでは最も著名な女性の一人、チュニアディンの若い時代の肖像が描かれていた。必然的に桁数が多くなるため、一般的には3桁で区切られ、が用いられる。 小数点を参照のこと。一部の店舗等では、下3桁を省略して、価格表示をしている。または、線を意味するリブを用いて、10万ルピアを100リブと表記している。効果は25ルピア、50ルピア、100ルピア、200ルピア、500ルピア、1.000ルピアが発行されている。インフレーションにより、現在では、補助通貨の線の単位の紙幣。 高架度も発行されておらず、流通もしていない。ありがとうございます。